おうくんちゃ、たま先生やね。前、インドやったけど、今回はその上に乗っかっとる、モンゴルあたりの話や。中国にちょっかい出したり、イスラムに手を出したりと、遊牧民だけあってか、腰据えてどんどんでかい都を作るっていうよりかは、いろんな土地にいろいろ作る感じやな。せやから中国やヨーロッパみたいに主役としてあんまり取り上げられんとこやけど、知っとくと世界が繋がるから、横を繋げる上でも、ものすごい大切やね。ここのスタートは突然だけど、 全冠の強度から始めるで。俺の世界史で最初に出てきた奴らや。ほら、全冠の武帝が万里の長城を建てたやろ。あれはこの強度の侵入を防ぐためや。そしてなぜ突然強度から始めたかっていうと、それは木突全羽の時、最盛期やったからや。ちなみに全羽は王様いう意味な。要は木突をっていうことや。その頃は武帝のずっと前で、月子や劉宝が建てたばっかの全冠を苦しめてて。 でも武帝にタリム盆地を取られて弱ると、どんどん分裂して弱くなってくんや。すると戦費が2世紀に力を持ってくね真の八王の乱っていう内乱があったけど、それに乗っかって中国に進出。ちなみにさっき言った共同を混じって混乱すんねんけど、北を統一したんが戦費の卓抜師が建てた北魏って国や。この頃奮人が西へ移動し、ゲロを撒き散らすねちなみに奮人はその後アバールやブルガール人に吸収されてくんやな。そうやって中国に乗り込んでくと5世紀頃には、 その土地に従前ってのが出てくる。従前はモンゴルの偉い人に藩をつけるのを初めてやった国や。チンギス藩とかの藩な。従前は草原の道やタリム盆地、オアシスの道とかを支配してんけど、6世紀に突血にやられてん。突血は言うたら、1話のオリエントのとこでちょい出てんで。ササンチョウペルシアのホスロー1世がエフタルを倒すのに手を組んだ国や。その突血もとうにやられ、8世紀。 トルコ系のウイグルにとどめを刺されてさて、ここでなんか気づかんいやー、ここはウイグルなわけないやろーって思った人。正解や。ウイグルってのは、中国で唐の時代を起きた暗視の乱を抑えるのに手伝ったり、自分たちの自慢の馬と中国の自慢の企業を変える鍵馬貿易をしたり、ウイグル文字を作ったり、仏教やマニキュアも広めるんやが、9世紀、トルコ系のキリギスラにやられんねん。本でもしぶとく生き残ったウイグルは、タレム盆地に残って、 そこをトルコ化して、東トルキスタンってすんねん。そう。東トルキスタンや。ウイグルっていうのは、東トルキスタンやねん。これでスッキリやな。んどこがスッキリかわからんてよう見てみんや。万里の長城、戦費の後、十全特欠島、東トルキスタン。全部十やで。ここは数字にまつわる。特に十にまつわる国の世界なんや。 だって住むとこを馬によって移動する遊牧民のような自由な国なのだから、自由な国なんだから、自由な国なんだから、自由な国なんだからちょ、ちょっと寒かったかな。そやから、この辺はトルコトルコトルコで、トルコにまみれ。奴隷軍人をイスラムが利用するようになったから、この辺はイスラムが広まって。サーマンを倒したカラハンも、ウイグルの一部が建てた国やで。ほんでどんどんみんなが西へ進んでいくと、 モンゴルの東部はチャンスがったーやりーってんで、ったが誕生し、10世紀にヤリーのヤリツアボキが漁を立てて。このノリノリなテンションだけあって、漁は強くてボッカイ倒したり、936年、円運16州を併合したりして、一大勢力を築いて、そうゆすって貢がせるいい時代を迎えんねん。そやけどこの話は、インドとも深い関係があるのは言うまでもないな。インドが終わりを告げるとき、 モンゴルにも終わりが訪れる。んインドがいつ終わったのやてこれ、ちゃんと復讐せんかバカテレが。12世紀のインド言うたら、ガズナ町の後、デリースルタンの前のゴール町やないか。ゴールってことは終わりの時やで。せやから、モンゴルも終わりのゴールドの金が1115年に起こると、1125年、量は滅ぼされて終わんねん。 うーん、我ながら、うまい、この計算され尽くした話の流れ。本当に我なが、らばれ,れやなぁ。え。ほら、まとめつくれ。モンゴルらへんの話は、遊牧民だけあって、自由の国なんや。突然のスタートやけど、万里の頂上によって防がれた強度。その後、戦費万千百ってくれば、こっからは自由の国、従前、突欠、等。 トートルキスタン。まあ、トートルキスタンって、まあ基本的に東トルキスタンとか言うけど、まあ、ここでほら、覚えやすくするためにトートルキスタン言うで。そのトートルキスタンを作るウイグル。ほんで、西のイスラムに混ざっていくと、空いた東に、キッターヤリーで、キッターのヤリツアボキが両を立てて、12世紀にゴールのゴールド。あと、ヨーロッパに影響を与えたフンジも忘れないでな。どうや、自由の世界モンゴル。覚えとるうちに、しっかり復讐忘れたらあかんで。 ほな次はとうとう一章のラスト。中国史、後編や。